はい。えー、ホワイトベースの館内放送でございます。はい。皆さん、こんにちは。はい。僕にとっては若干おはようございますな、時間なんですけども。はい。えーとね、あのー、まあ、避けてたんですけど、えー、成人式終わりましたね。で、えー、まあ、各地から、各地からっていうか、まあ、そんなにすごい、あちこちでドガンドガンってわけじゃないんだけど、あのー、まあ、あの、事件の情報が入ってきてますよね。あの、 もうね、違反とか暴走行為とかじゃなくて、もう、あの、報道がはっきり事件っていうふうに書いてますね。はい。で、あのー、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、あのー、まあ、軽トラにね、いっぱい人が乗ってね、なんかマッドマックスみたいに非常にこう危ない、あの、昇格。昇格ってその、車の先端で人をこう、あの、傷つけるためのこう突起ですね。あれをつけて、 えー、親子連れがいる歩道にを暴走した映像がありました。見ました。みんなね、楽しそうに暴走してね、警察を避けてあの、親子連れがいる歩道に突っ込んでいきましたね。あのー、もうね、皆さん、その、誤解も何も恐れずに言うんですけど、もう、で、いいと思う、僕は。あれは。もう、本当に、止まれ、止まらんと、で、いいと思います。はい。 でもしそれで、あのー、乗ってる人の何人かが重軽傷を負ったもしくはドライバーの人があ亡くなったとしてもあの親子が事故るよりも良かったんじゃないかなって僕は思います。はい、あれを見たときにあの池袋の事故がねワーってこう頭をよぎりましたよ。あの飯塚幸三の上級国民事件ね事件って言っちゃうけどあ,あれがね あのー、思いっきり頭をよぎってで、事前にもう本当ねあの、ふわふわふわってこうゆっくりよけてるから、あんまり大したことなく見えちゃうんだけど、あれ本当、タイミングが数秒遅れてたら、あのふざけた軽トラの先端についてるこのギザギザの鉄板で、あ,のあれがもし木の板でできてるとしても、子どもの体ぐらい真っ二つですよ。ものすごい悲惨な 事件になってたと思います。で、あそこにね、乗ってた人たちは、あの、いや、ちょっと目立ちたかっただけで、あんな風なことになるとは思いませんでした。すいませんでしたって言うかもしんないけど、何も戻ってきませんよね。ね。だから、あれ、なんかあの、そんなにその、大騒ぎされてないように見えるんですけど、僕はあの、あそこに乗っかってた人たち、特に運転席に座ってる人は、あの、まあ、 僕ね、刑法詳しくないからあれだけど、よくわかんないんですけど、まあ実刑判決で、やっぱ10年ぐらい出てこなくていいんじゃないかなと思いますけどね。あのー、事故っていうのは意図せずに悪気なく起こしてしまうから事故なんですよ。ね。だから事故です。ね。あれは意図して起こしておりますので、事故でも、その、なんか、そういう軽い言葉で済まされる話じゃないんですよね。 もうあのー、厳重なその、もうこいつは超危険人物であるということで、えー、もう厳重なね、えー、管理のもと、まあ、できればずっと出てきてほしくないなっていう感じがしますけどね。はい。あれはね、あのー、ゾッとした。ゾッとしたっていうかね、なんかその、軽はずみなコメントができなかったね。ね。で、あれ、 どこだ北九州とかあっちの方かな、あのー、と思うんだけど、だからね、本当ねあの、北九州とかあの辺の人たちね、あのー、よくわかると思うんだけど、なんか僕にとって、あのあたりってそういうところなんですよ。で、そうすると、そのこう地域差別だみたいなことあると思うんだけど、でもね、そうじゃなくて、エリア的にそういうものがあのまだ良しとされている部分が多いっていうのはあのー、やっぱしっかり認識するべきだと思うんですよ。 でそこだけその厳重なことをやったら差別になるかってそんなことはないのでやっぱり僕からしたらその反社会勢力のテロ集団のうちの,その10代の部門がいる10代の部門がいてそれが 20, 20歳になるときにちょっと表面化しただけにしかやっぱ見えないんですねでこれあの全然関係ない話なんですけどあの、まあ、日本はあ,のある程度その自由があってね 真面目な生き方もできるチャンスがあるのにもかかわらずなんですけども、海外でね、荒れた地域行くと、やっぱね、あの、ギャングの実行犯って子供なんですよ。あの、子供ってのは10代ね。ああいう感じで笑いながらノリで躊躇なく相手に、相手に対して攻撃できるから、あの、大体が若い、若いっていうかね、もう子供ですよね。が、 あの、実行犯に仕立てられているっていうケースが非常に多いです。なんかね、それと似たようなものやっぱ感じてしまったんですよ。で、やっぱその、ね、マルボみたいなね、あの、組織はやっぱり、 ね、まだまだ根強い地域じゃないですか。だからやっぱね、僕、本当ね、思ったけど、あの、まあ、東京に戻ってきてよかったなって思いましたね。うん。かといって、そこでこう、関わりがあったかどうかって言ったらね、わ、まあ、かんないんだけど、まあ、東京だって大概だけどね、まあ、この辺だっているかもしれないんだけどさ、まあ、武蔵村山だってね、変なのいっぱいいるけど、でも、あそこまでその、それをやったら、 人を殺してしまうかもしれない、事故を起こしてしまうかもしれないっていうのがあ、判断できない。いや、判断しつつも周りのノリでやらせてしまうっていうような、これはもう文化と言って,言ってしまってあ、悪い意味で文化と言ってしまっていいようなものが、まだこう残ってるっていうのはね、あの、驚愕の事実だと思いました。はい。ね。 で、まあ、それに反映して、まあ先日ね、どんな奇抜な格好をしていても、あの、チンとしていれば、それは逆にかっこよく映るだけだと、あの、憧れになるだろうっていう話はしたと思うんですけども、そういう人もいたようです。はい。それはそれでね、 あの、取り上げられさえとかして、あの、いいなとは思ったんですけどもね。あの、派手で目立ちたい。それはいいでしょ派手で目立つから何やってもいいっていうわけじゃないから、そこだけ勘違いしてない。なんか、俺は暴走とかね、飲んだくれたりしません。あの、ただこうねあの、派手に目立ちたかっただけです。それはいい、いいと思います。はい。やっぱあの、なんか役者さんとかもそうだけど、 僕もそうなんだけど、あの、ある程度派手に目立つのが仕事な部分ってあるんですよ。で、本人的にはね、あんま派手な格好好きじゃないんですよ。だプライベート真っ黒いま地味な服しか着てないぐらいだから、あんまりその、派手に目立つって嫌なんだけど、でもあの、ね、例えば、去年のモーターサイクルショーの時もそうだけど、わざわざこう、登りを持って歩いたりとかね、あの、っていうのは、演出なんですよ。要は、その、演出、その場での目的をも 思った演出でだから何やってもいいわけじゃないじゃないですか。だから僕は暴れてはいないし、別に現地でお酒飲んで、おららとかやってないわけですよね。で、そこをね、ちゃんと教えられないのかなっていうのがね、あの、まあ、親が教えてどうにかなるもんじゃないんですよ。やっぱね、環境なんですよ。ね。あの人がやってるから俺もやろう。先輩がやってるから俺もやろうっていう風な感じ、きっと続いてると思うんだよね。でそれが あのできる環境例えば、車のね軽トラを危ない状態に改造すると、まず軽トラが手に入る環境、軽トラを改造できる環境、それに対して周りが何も言わない環境、車の改造なんで結構場所がないとできないはずなんですよ、そういったものが合うああっていうこと自体が、その環境要因じゃないのかなというふうに思います。 で、今年ね、バイクの暴走に関しての、あの、ニュースとかあ、ツイッタータイムラインっていうのは、まだ実は僕見てないんですよ。あの、記事、記事でね、あの、横浜だかなんだかで、あの、走り回ったやつがいたっていうのは一行書いてありましたけども、あの、あんまりこう派手にやらかしたみたいなのはまだ見てません。それはね、良かったなと思います。まあ僕、バイク界隈の人間だから、あの、バイクでそういうのがなくて良かったなって、 えー、思,思うんですけどもまあそれでも記、ね、事になってないことの数件はあっただろうしねで多分それはね今ね、まあ、寒くてバイク乗りたくないっていうのも多分あると思うんだけどあのー、やっぱなん,かなんかちょっとしたことがあったらあの通報するべきだと思うんですよ例えばね、あのー、新,成人新成人式の前にあの軽トラを をね、なんかその派手な、なんか危ないカスタムをしてると、カスタムっていうか、その、塗りたくているのがあるとしたら、あの、もうその時点で通報してもよかったんじゃないのかなと思います。まあ、周囲が認めてたらしょうがないんだし、あれがね、あの地域で当たり前で、あれをもうよしとしてて、みんなが喜んでるっていうのだったら、ちょっと難しいと思うんだけど、やっぱね、あの、親子、 まあ親子じゃなきゃ引かれていいのかってそんなことはないよ。あの他の,、ね、あの成人男性もに、なった男性もいたし、警察官もいたし、やっぱり誰一人と,として引かれちゃいけないんだけど、やっぱね、小さい子供が危ない目に遭うっていうのは、もうどう考えても許せない。はい。小さい子供が危ない目に遭うのはね、うん、もう、あ、もうあれ、もう本当可愛いちっちゃい女の子がねい、いたんですよ。 本当にね、惹かれなくてよかったと思う。あれ、もうちょっとハンドル切ってたら惹かれたし、もうちょっとブレーキ踏むのが遅かったら惹かれてたし、惹かれてたというか、真っ二つになってたよ。もう、そんなのさ、その子の親じゃないけど、もう、そんなの想像するだけで辛いし、もし目の前でそんなことが起きようもんだったら、もうなんか、もう一生心に残、の傷として残るし、もう、 両親の気持ちなんかも,うもう計り知れないだろうね。本、ね、当、何も起こらなくてよかった、ね。何も起こらなくてよかったけど、もう、あの、池袋のね、あの事故の当事者のね、あの話とか、僕結構ずっと見てるんですよ。で、この間、亡くなったあの娘さんのね、お誕生日だったっていうのをね、あのツイートされてたんだけど、もうね、 いや、本人そんな辛く書いてないですよ。前向きに頑張っていらっしゃるんですけど。もうね。うーん。もう、僕知らない人ですよ。知らない人たち会ったこともないけど、その、事実関係の前後しか知らないし、どっちかっていうと、飯塚幸三の顔の方がよく覚えてるぐらいなんですけども、それでも、もう、あの、なんか、泣いてしまったね。泣いてしまったってダーって泣くわけじゃないけどさ、やっぱ涙出るよ。 あ,あまあ、年取るとね、涙もろくなるのもあるかもしれないけど、もうそれがね、再来しなくて本当に良かったなって思いました。だってあんなのさ、まだ間違ってね、踏み間違って突っ込んだっていうなら、まだ救いがあるんですよ。もう、まだっていうのはもう何億分の1っていう話ですよ。まだね、あるけど、あの新成人が突っ込んだのは、 楽しく面白はん、おも面白がってた、楽しくね、あのふざけて、大喜びで歩道の親子に突っ込んでるんですよ。もう、いや、もうね、当たってないからいいだろう、事故ってないからいいだろう、うんぬん以前に、いや、もう大丈夫か、こいつって感じですよね。ねこんなやつです、成人、まだ、違うさ、もう、あの、あの地域の成人年齢、 年齢をもっっと引き上げた方がいいいいんじゃないのってね思いますてか成人式自体さ、ああいうことがあったら、もうなしにした方がいいと思うんだけどな。うん。あの、やったやつだけ取り締まればいい。うん。それは、あの、僕自身も思う、思うんですけど、どうしてもやっぱね、ああいうことが再発が止められてないわけじゃないですか。ね。で、非常にこう見たところ、地元に対しての愛着が深い。から、あの、 成人式に参、成人式そのものをさ、地域でやらないようにするとかね。例えば、もっと広いところで、一箇所でやると。で、有料にするとか。ね、有,有料にする。一、ね、箇所でやって、えー、有料にして、えー、その危険なことをやらかす人たちがいる地域から離れたところでやるとか。ね。都市部じゃなくて、わざとこう人が全然集まらない、いないような、あのー、 まあ、田舎っていうか、あのー、都市部じゃないところで行うとかね。だって、目立ちたくて見られたくてやってるんでしょ見る人がいないところでや、成人式を有料でやったら、もうそんなやつ来ないよね、ダセっつってね。でも、真面目な人たちはそれで来ればいいと思うんですよ。ね、参加費有料です。一人3000円です。4000円ですで。交通費で往復1万円かかります。ね。そんなんでいいんじゃないかなと思うんだけどね。もう、だって、 いや、思うけどさ、成人することってさ、を祝うのは、両、ご両親でしょご両親だったり親戚だったりさ、友人同士でしょ別に死や苦が場所取ってやってさ、で、そいつらはバカ騒ぎする場所を作ってやる必要ないんじゃないかなと思うけどな。あとはその出身した、あの卒業した学校でやる。はい。ね。卒業した学校でやる。あの、 体育館でみんなこう並んでね、やる。これもいいかもしんないよね。ねやっぱり有料で。ねあの学校でやるから、うち車で来る必要ないわけでね、歩いて行ける距離、みんなね、通,通学してたわけだ。歩いて行ける距離じゃないですか。ね、であの、もう、周囲はあ、その日、学校の通学路に関しては、あの通車の通行を禁止するとかね。ね 僕、批判するじゃなだけじゃなくて、ダイヤも出しますよ、ね。やっぱね、まあ、全国的にそうする必要はないけど、あの、先日はあの動画があったところに関してはね、あの、あれはちょっとまずいす、まずすぎるよね。ね。うん、もう警察関係はもう何やってたのって感じだし、まあ、警察そのものもさ、力がな,かないから舐められてるし、あと周りが通報しなかったからっていうのも多分あると思う。通報しないと動けないからね。 通報が多かったら警察ってどん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 動くし応援も呼ぶんだけど、やっぱそういうのがあるかないかわかんないところで、どんどん増強するってなかなか難しいと思います。はい。 なので、えー、ぜひですね、該当地域にお住まいの数少ない、もう、あのもう正義の僕の視聴者の,あの皆さんに関しましてはですね、しばらく余波が続くと思うんだけど、やっぱね、あの、積極的に、あのそういう人たちは、ああ、やべえなと思ったらね、通報した方がいいと思います。はい。だって何もなかったら、通報されても、あの、おまれさん帰ってくもん。うちもいたずらでよく通報されましたけどね、あの来てもすぐ帰りましたよ。 別に僕が連れていかれることもないし、長所取,取られることもないし、あのー、もう来てパッと見て、あこれ、いたずらだっていうのはね、おまわりさんも分かるんですよ。だからすぐ帰っていきましたし、ね。で、それが何回か続くと、もう、あのー、じゃあ、そのね、空通報したのは誰だと、どこの誰さんですかっていうことで、逆に通報した人の方に警察が行くようになりますんで、いたずらとかでやってることに関しては、あまり、あのー、効果がないんですけど、 ちゃんと事実があれば疑わしいものであっても、付近の人たちが不安に思ってるということでちゃんと調べるからね。ね。まあ僕に、えー、最大限言えるのはまあここまでです。はい。ね、あまりこういう話題をね、取り上げるのは関わり合いになりたくて嫌だったんだけど、でもやっぱあの子供がね、惹かれそうになったのを見て、これはちょっとなんか、 あの、まあ、僕もちょっと、少しはね、あの、影響力のある人間なので、あの、ま、バイクの世界からね、出られない人なんですけど、何かしらその、話はしたいなと思ってですね、えー、動画を撮らせていただきました。はい。えー、というわけで、えー、皆さんのバイクライフのお役に立てれば幸いでございます。はい、ホワイトベースの二宮翔平でした。ありがとうございます。